今まで食べたパンの枚数覚えてますか？はい、どうも、サンワンです。今日は11月の24日ですね。更新が思いがけず大量に来ました。はい。ワールドスターがね、来ましたよと。まあ、これ、大谷選手と、はい、前田健太選手なんですけど、これはね、絶対セ・リーグ、パ・リーグ、はい、どっちも絶対に、セ・リーグとパ・リーグは確実に必要なんで、後ほど。はい。で、スパークプレイヤー、これが、これね、とんでもない、はい、ドヤミガチャだったんですけど、まあ、それはちょっと後ほどまたご説明するとして、で、抑えが追加になりましたよと。まあ、この抑えもね、あのセ・リーグ・パ・リーグオーダーにはそれぞれ確実に必要になってくる選手ばかりなので、でこの辺をちょっとね、引いていきたいと思うんですけど、まあ、グレードアップですよね、それは。で、エージェントテスト、ディア対ジェント大会来たと。で、まずはですね、スパークガチャなんですけど、これやばいっす。1チームが全く狙い撃ちできないんですよ。これ、ミキサーもなければ、自チーム確定の60連とかもないんで、ただ70連目以降は S ランク出たらね、スパークプレイヤー確定なんですけど、いや、でも、それ、12分の1引かなきゃいけないじゃんっていうね。408分の1を狙い続けなきゃいけないっていう、延々とね、自チーム出なきゃ。まあ、ただ、選手としてはね、特別にこれでしか出てない選手は、はい、秋山翔吾選手、これだけなので、別に、広島純正の方以外は別に、このガチャ回す必要ないんじゃないか、逆に広島純正の、人、やべんじゃねっていう、勝さん頑張ってねみたいな案件ですね。特納もね、この中さ、第3特納この秀逸っていうのが出てるんですけど、これじゃあ別に特別ね、取る必要そんなないかなと思うんですけど、ただ第3特納が例えば投手になった時にね、このスパークガチャが投手になった時に、ちょっと効果が違ってすげえ使えるとかあるかもしれないですからね、アニバーのあるみたいに。だからちょっとどうなるかわかんないですけど、ただ今回のガチャについては、引く必要ないはずなんですが、もしかしたら、このスパーク選手を1枚入れるだけでコンボが追加になる可能性はなくはなくて、だからそう考えたらちょっと1枚引いて実験しなきゃいけないなと思ってますね。ワールドスターですね。はい。大谷選手が、これは、ピッチャーの方なんですけど、打者出てから投手出るまですぐね、出てきたね。これはパ・リーグ最強戦に使ってほしいところなのか。パ・リーグ最強戦においてはですね、中継ぎに入れることで、現状スタミナあったら中継ぎが1枚足らない状況なんで、全部これを大谷選手を入れることで、オール4100で、全出し、投手コンボの全出しができると。いう感じです。特納等は変わってないと思うんですけど、はい。はい、で、前堅選手なんですけど、セリーゴーダーにはね、こちらも、確実に必要にはなるんですが、中継ぎで入れると思うんですけど、9位スタミナ型はね、めっちゃ余ってるんで、この場合、2体持ちして、請求スタミナ型作ってね、ミスターコントロールつけて、で、死者のバージョンも作っといて、で、後で最終的なオーダーに合わせて入れ替えるって感じになるかなと思います。はい。特納とか、球種とかも変わってなさそうだよね、さすがに。ということで、はい、2体持ちします。はい。で、こちらが抑えなんですけど、ちょっと必要な選手だけね、パッパッと。ライマルですね。まさかのライマル能力修正。B ランク出た時、請求型だったんですけど、さすがに請求86ではなかったかな。間違いだったのか。ちょっとわかんないんですけど、何なのか。わかんないですけど、とりあえず、正しく、レスとして出てきた能力はなんとハリアナっていうね。ハリアナはやべえだろう。A ランクちょっと30枚ぐらいしかないから、ちょっと正直足りないかもしれないですね、これね。で、同じくセリーゴーダーですね。ライマルもセリーゴーダー用なんですけど、安崎もこれはセリーゴーダー用で、これはデフォ同値で出てきたんで、ちょっと使うかなって感じになってるんですけど、球威請求 AA 同値にもできるし、デフォルト、飛車つけてもいいしって感じなんですけど、ちょっとここはね、2体取って、セリーゴーダー完成形に合わせてどっちを使うかっていういうのをちょっとやっていきたいなと思います。で、今度はこちらパリゴーダーに必要な平野選手ですね。平野選手もなんとハリアナなんですよね。とんでもねえな、本当マジで。今現状ですね、この平野選手にハリアナつけて入れることで、かなり、能力的なところでも、コンボがね、いいのかなと思うんですけど、コンボがちょうどよくなる、全部出せるようになるかなと思うんですけど、AA も含めてね、A 能力の QEA とか請求 A とかも出せるようになるかなって感じなんですけど、この後出てくる増田選手の方が多分、どっちもしやすくて使ってもいいから、
一応取っとくけど、うん、まあ針穴決まんなかったら決まんなかったでって感じですかね。うん、でこれが問題の増田選手ですね。まあデフォルト請求型なんで、視野つけて、オーダーに入れるだけで多分請求型の数が足りている。 QE 型も今現状余ってる状況なんで視野でいいかなって感じなんですけど、 QEA のコンボを出すのに結局ちょっとこれは、うん、本格化つけなきゃいけないかなと。本格化で81同値なんで、うん、つけなきゃいけないかな。まあ81同値になればですね、まあ、スタミナもあの平野選手にもあるはずなので、まあ能力もね、あの QE 請求が81なんで1多いんですから、はい、まあ、ハリアナ平野選手より多分増田選手を採用することになると思いますが、ここはあ2体取っとくかなって感じですかね。うん、でね、まずはスパークガチャの方ですね、回していきたいと思うんですけど、まあもうこれは、回していくのはですね、もう、コンボが出るか出ないかその1点を確認します。で、まあさすがにね、こんなだってもう別に通常選手と同じね能力で、うん、もうだってこれコンボ出なかったら誰も引かないでしょこんなの。うん、逆にこれコンボ出るんだったら完全にカーピさん殺しに行ってるけどね。うん、秋山選手引かなきゃいけないだろうか、これだって全動地できちゃうしね。うん、これはカーピさん死んじゃう動画見れるんじゃない。うん、まあいいや。ということでこれねちょっと、入れていきたいなと思いますけどね。はい、まあ G チームとかね、あの別に関係ないんで、うん、適当に、はい、30連だけ引いて、お、いきなり引いた。おほほ、まさかの、まさかのこれで、これでスパークで、まさか10連で終わりか、10連で終わるのか、10連で終わるのか。いや、これ、ほんと写真マニア以外絶対引かなくね、これ。うん、どこの写真マニアだよ、これ引けるの。おー、松本選手、いきなり10連で終わった。はい。検証スタート。はい、ちょうど松本選手がここにいたんで、これちょっと入れ替えてみたいと思います。はい、さあ緊張の、さすがに出るよねコンボね。だからコンボ出なかったらこのガチャ誰も引かないよ、ほんとマジで。うん、カーピさんしか、多分地球上でカーピさんしか引かないよこれ。うん、ああ、出る出るんかい、出るよ。いや、これやべえな。でも逆に出るってなるとやべえぞ、これ。いや、出るってなったらまずいよ。だってこれ、純正の人、このコンボ出さなきゃいけないでしょ。え、ちょっと待って、これやべえな。ミキサーなくて、え？だってミキサーなくて、自チーム確定もなくて、コンボ出るってなったら、いや、まあ3段まであるから確かにどれか入ればいいんだけど、え、狙うのきつくね。いや、これきついな、どう考えても。これ純正勢死ぬぞ。いや、まあどれか引きゃいいから。え、でも自治を確定ないから、え、やばくないこれ。うん、ちょっと結構やべえぞこれ。うん、純正プレイヤーてか俺も含めてだけど、うん、殺されるけど、これはね、えらいことになった。あ、コンボが出るとなると、セリーグ用、パリーグ用で1枚ずつ取っとかないと、セリーグ、パリーグオーダーが完成しないんで、今ね、引いたあの松本王選手は、A が未配出なんで、ちょっと死者つけきんのがきついんですよ。だから、パリーグ用で、山川選手か、島内選手、うん。で、セリーグ用で宮崎選手か、秋山選手、この4名のうちセリーグパリーグ1枚ずつを必ずちょっと引いてオーダーに入れなきゃいけないので、秋山宮崎選手のどちらか、で島内、山川選手のどっちかで、これでちょっと緊急ですが、このスパークセレクションを第一弾引きまくらなきゃいけなくなっちゃった。絶対引かなくていいだろうと思ってたのにやべえ、ウケる。20連目いってみよう。ワールドスターがね、マイケンと大谷だったことで、ちょっとね、セリゴーダーがね、満足いく形に仕上がらない気がしてたんですよね。うん、オール死者でね、組めないんだよね、セリーグのダッシュ打者陣が。そう、パリーグはね、オール打者で、おお、そこ30連目だった。組めないからね、ちょっと、鈴木誠也が出ると思ってたんだけど出なかったから、ちょっとセリーグで参加しないになりそうかな。はい、じゃあこれ30連目、ここ狙いの4人の1人出て、お願いお願い。
おい、岡本じゃダメなのよ。岡本じゃダメなのよ。オーダー、セリーゴーダー組み込めないのよ、岡本は。これ60連目か。で、だからあるんだよね。3段までに1枚入れればいいわけなんだけど、ただでも、次のね、1日からの第2弾がね、あれなんだよね。守備総力部門みたいな感じなんだよね。もう絶対総力型じゃん、そんなの。うん。組み込みねえじゃん、そんなの。そう。だからまあ、そう考えちゃうと、もうこのね、今の第1弾のうちに引いといて入れとかないと、期待できない第2弾のラインナップ。おい、ドーン。ふぅ、総力型。組み込めないんだっつも。オーダーに入れてみてもらえばいいかなと思いますけど。うん。まあ、これ、累計で誰引くかめっちゃ重要だな、これ。うん。エージェントエースだったな。やるか、エージェントエース。な、これ引かないと、引いとかないとマジで純正。おーしょ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 。すげえ嬉しい。すげえ嬉しい。珍しくすげえ嬉しいわ、ガチャで引いた。よし、パリーグこれで OK。パリーグは山川選手で全然 OK なので、じゃあ、あとはセリーグの、宮崎選手、オア、秋山選手だね。うん。すーげー嬉しい。めっちゃ嬉しいわ。こんなガチャで嬉しかったのいつ以来だろう。150連目だね。150連目。の、いいよ、レッツゴー。引け。くそ。当たんねえから、バット。バット当たってもいいんだ。そうだ。でもバット、あ、そうか、バット当たったら確定だ。なんと、ナイス。よし、秋山宮崎。たまにはさ、さらっと終わろうぜ。そんなさ、300連とか400連とかいつも見ててる場合じゃない。ドーン。うっせ。かぶるか、この確率で。いや、これでなんと多分ここで引かなかったら多分300連エースなし。あ、来た。やっと300連ハマったよ。おお、俺300連ハマったのいつ以来だろう。ちょっと記憶ねえぞ。うん、300連ぐらいハマって、何これ、すげえんだけど。ちょっとさすがにこんだけハマったんだからさ、秋山宮崎来てくれよ。もうバット当たってねえけどさ。秋山宮崎。はあ、なんだこれ。いやー、やべえ。依然100分の1以下ですよ。おお、レンちゃん取り戻したように突然。うん、よーし、これここでバット当たってねえけど、秋山宮崎。くっそ。いやー、きっちい。こらきっちいよ。いやいやいや。レッツゴーかな。おー、来た。やっとこれで、6枚目か。6枚目で、ま、7、80分中やかな。さあこれ、もう秋山宮崎で許す。秋山宮崎。くっそ、3枚目の見守り、うっぜ。3枚目でやっと見守りになった。1守り、2守り、見守り。おい、よしバット、これだ。ブルッとこい。おー、来たー。やったー、確定。ここで終わってもいい。この動画ここで終わっていい。よしよし。いやー、素晴らしいよ。素晴らしい終わり方だった。あー、散々沼らされたけどな。うん。S7 枚目が宮崎さんでした。ありがとうございます。